インフェクションは、及川徹トールによる日本の漫画作品。週刊少年マガジン2016年1号から2016年36号まで連載され、同年8月9日より、スマートフォン専用アプリ配信のマガジンポケットに移籍して連載中。仙台市を舞台に突如現れた、生けるカバネたちによる脅威から生き延びようと奮闘する主人公たちの姿が描かれる。 ゾンビ系作品の一つであり、主人公をはじめとして極限状態に置かれた生存者を襲う生けるカバネ、保給者たちによるグロテスク描写と主人公に思いを寄せる美少女たちによるセクシー描写に重きが置かれている。特に後者は本編だけでなく扉でほぼ毎回、本編とは無関係のシチュエーションで生めかしい姿が描かれている。また、本編では、 物語の進行に伴って絶望的な状況に、基づく生存への欲求や、倫理観の崩壊による、さらに過激なセクシー描写も時折描かれるようになっている。第2巻以降の単行本に掲載されている、おまけ漫画では、保菌者と化した面々の名活躍や、委員長によるお色気シーンを収録している。高校2年生の天宮聖紀は、 好意を抱いている幼なじみさみだれ謝月が3年の先輩に告白されていることに焦って同級生の高木譲るや木更木力に打ち明けるが彼らがその打開策として講じたのは晴明と謝月を校内の倉庫に閉じ込めて告白させようとする方法であった。半ば強引に友人に連れ出された晴明は倉庫に閉じ込められてしまうがそこにいたのは 社活ではなく磯波キララであった。仕方なくついたちを共に過ごした、晴明とキララは隠し道を見つけて脱出するが、校内は突如出現した保菌者たちによって、すでに穏やかな場所ではなくなっていた。二人は保菌者の集団に追い詰められるも、合流した木サラ・タと高木によってことなきを得る。先輩である、菊池・マドカの犠牲を払って、晴明アキたちは、学校から脱出。 晴れ明の妹である天宮香織と合流しながら保近者に立ち向かうことにした。裏山に逃げ込んだ晴れ明たちは香織が必死に守り抜いた小学生たちをどのように全員安全な場所に行こうと思案を張り巡らせている中、消防士である淀川鉄が加わり安全地帯である川内に向かおうとするが、 保健者の大群を乗せたバスによって香織と小学生たちが乗った乗用車が衝突し、危機に陥るが、同じく駆けつけた消防士、上白優の活躍によって難を逃れた。しかし香織が保健者に噛まれたという残酷な事実を聞かされてしまい、香織は少女に被害が及ばぬ、よう、隔離施設に送り込まれることとなったが、晴れ明は周囲を説得させて彼女を連れ出し、 自宅で彼女の最後を見取った。だがそのために川内の秩序を乱した行為を取ってしまった。晴明は上白に、キララとキサラを川内に戻す代わりに、怪我で前線離脱した西、和田務の代わりとして消防士の一員となり、仙台市中心部を取り戻すための最も危険な大規模作戦に参加することとなった。保近者に襲撃された。 平岡大学に向かった第四小隊であったが、作戦を優先するために生存者を切り捨てるという、非常な選択を選ぶ。そんな中、生存者の半沢小鳥と妹である千尋が助けを求める姿を見た、晴明は、命令違反を犯して二人を何としてでも助けようと、したが、千尋は、保禁者に殺されてしまい、晴明は、絶望に打ちひしがれてしまう。 しかし生存している小鳥を救出することはできたのであった。そして、保菌者を研究している父の天宮達夫と再会し、保菌者の解明の手がかりとなる人物、ハンザーを救出するのであった。晴明はハンザー教授と遭遇するも、娘を捨てた上に千尋を死なせた責任を小鳥にかぶせようとした姿に怒りと失望をあらわにしてしまう。それでも彼を連れ出そうとしたが、 菊池の彼女だった江波家内井の元に連れてこられてしまい、彼女に弱みを握られかけたが、逆に IC レコーダーで会話を録音することで難を逃れる。春明は半沢教授と江波を連れて逃げるが、その最中に新型の保健者に遭遇してしまう。新型の保健者に遭遇した春輝は、江波に裏切られて一人で新型と対峙することとなる。 新型は体を変形させることができ、マンションの廊下にまで侵入してきたが、寸前で、シュン・アキラは逃げ切った。シュン・アキラは退治の最中に、新型の虫を手に入れ、それを、半は教授と父に渡した。二人が出した仮説は、保菌者は元には戻れず、自己進化を繰り返しているということである。ありがとうございます。